ます。こんにちは、こんばんは。おなじみのオムライティングの歌い方講座の時間となります。今日ご紹介するのは、五木ひろしさんですね。お元気でいらっしゃいますけれども、タイトルは、だけど横浜、ニューバージョンという形になってますけれども、ご自身が作曲されております。作詞の方は五木ひろし先生ですね。今回はちょっと112回転で結構テンポの速い感じで、ノリのいいような感じで、作っておりますけれども、発売日がフェイス、5エンターテインメントというですね、3月の22日発売になっておりますんでね、もう一度と思います。今日はこの歌を通販形式になっておりますんで、今日レッスンをしていきたいと思います。さほどレッスンというよりも比較的こう難しい音程ではないと思います。なりだと思いますんでね。じゃあそれでは原曲聴いてやってみたいと思います。若干高めかもしれませんけれども、五木節で、私もちょっと声が五木節になるかもしれませんけれども、ちょっとやってみたいと思います。じゃあワンコーラス歌ってみます。よろしくお願いします。最初の繰り返しの音ですね。
繰り返しのような感じですね。じゃあもう一回流れとして頭いきましょう。白くだけど今夜
激しく歌った方がいいと思いますけどね。非常に簡単でございましたけど、そう難しい曲ではないと思うんですけれどもね、逆に歌いやすいものもあるかもしれませんけどもね、元気いっぱい歌ってみてください。簡単でございましたけど、今日は五木ひろしさんのだけど横浜、ニューバージョンということでこの歌をレッスンいたしました。ありがとうございました。